とにかく来月はこのヨガと瞑想っていうのは実は自爆的金爆でものすごく役に立つんだというお話しします。で、いやヨガとか瞑想大変そう、だからこっちしたくていいってことですよ。ヨガとか瞑想するよりも自爆的金爆やった方がよっぽど効果あるっていうのが結論です。ので9月9日、これ久しぶりに僕も興奮してやりますし、それからもう一つ、そうそう、11月25日に麻布の茶坊主さんとまた、宇宙会議第5弾になるんで、やることになる。で、今日のマインドフルネスと非二元をここでね言い始める前に、昨日皆さんきっといいことがあったと思うんです。昨日はね、最近では非常に珍しいいい日だったんですね。それこそ先生術とか占いの世界での話、昨日はね僕も知らなかったんですよ。今日知ったんです。もう後の祭りです。後の祭り、後の祭りといえばね、この前もう2週間ぐらい経ちましたかね、京都に行って祇園祭り、祇園祭りってのは前の祭りと後の祭りってあるんですけどね、大体皆さんは前の祭りに行っちゃって、今年ものすごい人出で大変だったようですが、だからあんまり混みすぎるのは面白くないので後の祭りにいつも覗きに行きますが、別に日本語で言うもうこれ後の祭りだとかね、いや昨日すごい先生術的というか暦ではものすごいいい日だったのを今日知って、これこそ後の祭りだって言いますけど、この後の祭りってのはもう遅いよっていう意味に使われますね。これてっきり祇園祭りの後の祭りから来てんのかと思ってたらそうじゃなかった。芸妓さん舞妓さんで鴨川の縁で知った壁の顔して、いや後の祭りってこういうのから来てるんだよねって言ったら、沖屋のお母さんが違いますとか、後の祭り昔はなかったんです、後の祭りって最近なんですよ、だから江戸時代とかにはなかったんです、だから日本語の後の祭りってのは祇園祭りの後の祭りから来たわけじゃないんです。その昨日どういう日だったかというと、まず大安、まあそれだけなら時々あります。それから漢字が少し違うかもしれない、天赦日、天が許す日です。ちょっと漢字この辺違う。さらに一粒万倍でもある。この3つが重なるってそうないんです。でしかも大安は分かりますね。大安、大安吉日、天赦日ってのは読んで字のごとく天が許してくる、つまり天の神様がどんな悪いことをしてたとしても許してくれる。下田、昨日もっと悪いことすればよかったんだと。それから一粒万倍、一粒の種が万倍に、ね、育つと。だから昨日一粒スイカ食って種ピッと飛ばしとけば、むちゃくちゃスイカがたくさん取れると。それがね3つとも重なった日なんですって。昨日残念でしょう皆さん、同じやるなら昨日なんかしとけばよかったんですよ。今日じゃダメなんだ。もうそういう素晴らしい日の次の日ってまあろくなことないとは思いますけど、確かに今日ろくなことなかったんです。ここに来るともういいことしたんですよ。2度も来るにあたってね、暑いからね、いつもなら JR で館内まで来るんだけども、あんまりに暑いから地上走る JR じゃ暑いと、で半分以上地下を走る東急でやってきました。でまずね、白金高輪駅の長いエスカレーターをこう降りていってたね、こうやってボーッと。そしたらね、向こうからねちょいと余分に成長されてる女性がずっとスマホ見ながら向こうから登ろうとしてくるんですが、隣の上りのエスカレーターに行かないで下りのエスカレーターに乗ろうとしてます。でその僕の前に誰も乗ってないんですよ。ほんでずっとスマホ見ながら向こうへ来て、たら僕の後ろにいる人たちもえーとか言い出して、えーというだけで、でも誰も注意しないし、このままじゃ絶対に足かけてひっくり返って怪我するから、で前に、ね、倒れられてもちょっと僕じゃ支えきれない だからね、僕ね危ないですよって言ってこうやって手出して危ないですよって言ったら、はっとこうスマホから顔上げて、普通の人ならあすいませんとかね、とか罰が悪そうにすぐ隣に行くはずなのに、なんかふてくされた顔して、つまり危ないですよっていうことを言われたのが腹立ったみたいで、ムッとして隣に行って、何これと思って。あとそれからね、で電車に乗るでしょ、でほらこの頃のハートの赤いヘルプマークのなんかここら辺につけたお年寄りとかいらっしゃるでしょ、
でそういう人が入ってきたんで、当然のごとくどうぞって言ったらね、今までもこれつけてない方でも僕は割と譲るようにしてるんですけど、どうぞって言ったらありがとうございますとかであるんですけどね、もう今日のがさも当たり前って感じで何のこっちにも何も言わず、何も目も合わさず、さも当たり前だっていう、多分そうなんでしょうね、いつもさも当たり前、これが目に入らぬかっていう、もうねこの令和の日本のこの世だから良かったんですよ。世が世ならね、ぶち殺してたかもしれない、2人とも。ほんま。だからね、昨日が大安で、転写日で、一粒万倍日。もう次の日って最悪な日なんで、きっと。マインドフルネスと非人間的って、これなかなかね、いい、シャレの効いたタイトル。自分でもつけたなと思います。でね、じゃあまずマインドフルネス。読んで字のごとく。読んで字のごと、マインドフルネスってのは、マインドフル、マインドフルというので最後のネス、ネスは名詞にするために使いますね。マインドフルネス、マインドフルってのはね、マインドがフルなんですよ。英語で言えばね、マインドがフル、その状態を名詞にしてマインドフル。じゃあマインドがフルって何か、そもそも英語でマインドって何か、日本人あんまり知らないんですよ、マインドって。いやマインドって心じゃないのとかね、いやここ心がフルでいっぱいでどういう意味と、ちょっと分かりにくいでしょ。だからマインドってね、英語で心だと思っちゃダメだ。じゃあマインドってそもそも英語ではね、どういう風に使われてるのか、面白いと、ジョークでもないんです。深い言葉です。アメリカ人は時々使います。まあ、半ばジョークですが、深い意味を持ったジョーク。What is mind? マインドって何？ What is mind? だから、日本語で言えば心って何とか、そんなニュアンスですね。心って何って言われて、いや心って何って子供に問われたら普通なかなか答えにくいですよ。いや心とは、それに対して What is mind と問われた時に返す言葉、 No matter、 No matter、 これね、このまた英語で難しいところなんですが、ノーマタ、普通の硬い日本の高校の英語、中学の英語の教材のような雰囲気だったら、またって物質なんです。物質だからノーマタだから物質じゃないよと、つまり心って何と聞いたら物質じゃないよと、物じゃないよと、まあ事実です。それは心は物じゃありません。物心二元論というのがあります。物心二元論。